こんにちは、山です。パープルアプリやっていきます。今回は久しぶりにアヘ編やっていきます。リアちゃん、ルシファー、神楽坂、野球マン、ナルビ、そして兄さんに千丸を引き出しております。行きましょう。はい。で、結構久しぶりに投手の方はやるから、しっかりと何をどうしていかなきゃいけないのかは把握をしていかないとな。どれ攻めていけばいいんだろうな。ど根性かな。全くわからない。ひとまずこれからいきます。球速はやりやすいんだね。あ、ちょリアからっすね。ああ帰らん。まあ、早めにリアに行ってきっちりとね評価を上げてから次行きたいですね。ほう、いいじゃん。ポンコツください。なあ。ど根性とディレード。ディレードっていけんのかな。でもなるみ、はい。よーし。あと一回しっかりいければ、オッケーですね。お願い。ポンコツを早めにください、とにかく。とにもかくにも。まあまあいいでしょう、奪三振。結構精神とかでいけると本当にはかどるんでね、いろんなものが。で、野球マンのテーマは早めに潰したい。あげます。虹谷も多分行きましたね。もう素晴らしいじゃないか。これ行ったんじゃない？今日が行ったんじゃない？わあ、行った途端かと思ったんだが。うん、青いをまあ適当にやっても行くんじゃない？よりかは全体の評価で先生、多分これでいくでしょう。いってないかな、きりいってないかな。どうでしょう、休みます。オッケー、まずはリアは大丈夫ですね。もう踏んでく？うわ、いいね。つなげていこう、しっかり。勝ち運か。オッケー。強い。うん、牽制。まあいいでしょう。ありがてえ。まあちょっとイベントが怪しいけど、おかげで。共感する。お、いいね。行ってない組が集まってましたね。オッケー、ナイスナイス。これうまいわ。
みんな行ったんじゃない？まだ行ってないか。どうしよっかな。これちょっとこっち行きますか。さすがにみんな行ったでしょう。うん、リアも彼女になってますし、脱三振と牽制、まあ、コツも集めていけそうですね。メカメカか。うん、これは怪我率的に精神に行きましょう。やめて、やめてくれー。まあこれ休んでもいいかもな。まあきっとリアが回復してくれます、きっとね。うわー、来ねえか。うわー、どしっとしているね。いけるいける。よーし、通した。ポンコツ1。休むほかないや。うん、これは一度休みましょう。ミスターゼロのコツ。守備ルシファーでいいかな。もったいないでしょ。精神いきます。で、ここは先にちゃんと見てから。おお、強っ。こういうことがあるからな。どうしよっかな。うー、練習効果積みたいなって感じですね。練習効果積みたいな。1オッケー。で、ここはイベントは、まあ、正月やら何やらで起きにくいので、特設っていうよりはダンジョンの楽譜の方がいいですね、きっと。なので、ダンジョン。全然お話ならないな。お話ならないな。まあまあいいでしょう。OK。うん、結構いってるな、すでに。これは行きたいな。虹谷ですからね。なあ、テンポは非常に大事。にゃー、今
デートしていきます。で、手応えは一応取っておかなくていいかな。やべ、ピンチを助かるわ。39だね。で、もう一丁デートして、あとはもう得意練習系を攻めていきましょう。いいよ、助かる、ありがとう。シングルタック、これラストにする。矢もいっちゃうか。骨髄を集めていきたいですね、合わせて。よし、パーか。伸びが欲しい。ポーカーフェイスしか取れてないや。おお、まあまあ、うん、まあまあまあ、それなりって感じですね。可もなく不可もなく。ただ特技練習率アップ2つあるので、楽譜が、おお、しかも名曲入った。ここからが勝負ですね。強っ、これ生きてー、攻めるしかないっす。ほい、よーし、うん、体力回復ですね。シングルはいらんと。デートにしましょうか。ラスト1回は北節とか踏みたいですけど、まあいいでしょう、あとは。完走した、ありがたい。切れ、切れ取ったな。精神が足らんわ、アンドロメダ来ないと。うん、順調ですね。アタックが弱いな。お、一撃、これやばいんじゃない。ふほほほ、強っ。959だってさ。うん、ちょうど使い切れる感じですね。バント封じ、マックス入りましたね。オッケー、コンコ作れ。うわー、コンコツが欲しいぞ。うん、これは精神も欲しいし、結構技術が大量に入れられたのが大きいですね。
ありがたい体力。うん、シングルタックですね。もう踏んでいかないとダメだよね、きっと。まあいっか、これで。ちょっと先にコンコツください、本当に。おわい。奏で。これは筋力先進で。お、いいよ。強いやん。対ピンチ、キレ。OK、ちゃんと入りましたね。素晴らしい。いいっすね。精神足んねえや。うん、シングルだったら普通に精神きます。結構踏めてるんじゃない。なんか葵を1ミリも見てないけど僕。終わっとくか。お、ありがたい。遠く儀が欲しいにしようかな。丈夫な体にするか。お、頼む。おわしゃー。一番欲しいやつ来たわ。しかもこれ一撃はやばいんじゃないか。来てない。ダブルタックを取るか。ダブルタックでいいでしょう。スローボ、ムービングファーストでいいか。低めいっていいっすね。すごいな、この。よし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 、悪くない。うん、いいですね。最後の方にしようかな。それともずっとこれ踏み続けるか迷うな。ルシファーで伸びを狙うのか、もうデートを終わらせてしまうのか。デート終わらす？二足三本だよね、結局。この板現金かな。よっしゃ、かなり。ほほほ、8400出てますね。久しぶりにやるけど楽しいね。ただ、コンコツと伸びがまだだね。北斗、北斗。強いなぁ、なんて、圧倒的に強いな、タックが。これ4球種目入るなぁ。玉持ちもらってましたね、僕。誰と知り上がり。ただまあ、ルシファーの感想と、あと後ろ全然行ってないですね。お、ランパワー行った。後ろイベント全然行ってねえな。そこをどうするかって感じですね。3球種7行きました。うん、これやっぱ全球種マックスは無理だな。
ちょっと足らんすねって感じですね。狙ってもいいかな、でも。ここまで来てたら、お、いらんよね。もう足りてるよね。足りてる足りてる。選球手マックス狙うにしても足りてます。うん、ダメだ。イベント行かねえや。この影響のテーマも越せなかったっすね、結局。で、誰？調子安定。これだって青いゼロでしょ、多分。青いゼロの時点でちょっと厳しいでしょ。105。アンドロメーダーいきます。ん？これ ?1 じゃん、これ。精神入るけど。まあいいか。精神入れよう。入れないと話にならないですね。お、行きそうやん。割とありえるのか、これ。じゃあちょっと変えようかな、やっぱ。あー、何をしているんだ、休めばよかった。これやめて。きつ、休めばよかった。なるみは切っていいんだよね。でも切れないか、これも。虹谷も何もかもだね、やばい。何もかも乾燥しないパターンなんだが、ちょっと入れ替えよう。ここまで順調に来ていたんですが、さっぱり動かなくなりましたね。ストレート、お、行きましたね。あとは虹谷だけ。でもこれかなり厳しいな。ポンコツじゃない、これ。伸びよりは全然可能性高い。頼む。よし、終わった。からの、虹谷さーん。うん、ようやっと上げれるけどって感じだな。なるみが来るか、虹谷が来るかって感じですね。試合には勝てそうっすね。レギュラー入るかな、中継ぎくらい。
やっぱ道中で結構猫楽譜を踏んでいかないと結構きついかもしれないですね。ちょっと虹谷に感想してマジで早く。なあお前じゃねえ。負けたー。やべえ、まともな練習できねえ。おかげで来ねえ。行きましょう。お待たせ。甲子園。四番。明鏡、先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で、木場。第二球。内角低めいっぱい、ストライク。第三球を。もうこの状況ならサクッとするしかないです、ね。追い込んでいます。真ん中。空振り三振。バッターは五番、平山。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。セクさんまでは良かったんだけどな。一塁へトス、生田ベースカバー、スリーアウトチェン。名強、同点のピンチを迎えました。やっぱイベントの感想とか考え始めると結構きついですね。今回得意練習率アップの楽譜が切れなかったので、もっといけ、もっとこう期待したかったんですけど、なかなかねイベントの感想と兼ね合いを考えるの難しいですね。これ踏んでて虹谷に乾燥しないのやめて。お願いします。マジか。うん、まあルシファーでいいでしょ。でこれ80点なんで、もうこっち行きましょう。伸びをください。僕に伸び、うわー安全圏。行きましょう。ドッケー捨てればよかったか。名強、先制のピンチです。ツーアウトランナー二塁という場面で、そうそう。第3球を3球目ストライク、バッター追い込まれました。第4球をスライダー、空振り三振、低めの変化球でスイング。名強、同点のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で、カン。ネクストバッターサークルにはカン、投げた、スライダー見送ってストライク、これで追い込みました。うん、楽々勝てそう。生田三球で仕留めた。バッターは3番カン、今日はライトフライト、サードゴロ、初球見送ってストライク、まずは決めてきました。投げた、ストライク、もう追い込んでいます。第3球見逃し三振、三球三振、ズバッと決まりました。生田。さあ次行きましょう。どんなもんだろうこれ。なんとも言えんすね。技術足りなくてすげえきつい。
名教同点のピンチを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で2倍今日はフォアボールとセンターフライ2球目ストライクさあ2ストライクと追い込んだ動きは3球目三振最後はキレのある変化球生田うんバッチリ勝てましたね。さあ最後の試合ですね。1万2000点ぐらいかな。でもいきましょうか。筋力どうしたらいい問題ですね。一球入番名教先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で岸田名教ここは外野フライも避けたい場面です。外角低めいっぱいストライク第3球ゲイバッターアウト生田バッターはピッチャーアーサー第1球決まったストライクまずは入れてきました。振るなよ振るなよ。2球目ストライク生田まずは簡単に追い込んでいます。投げました見逃しの三振ズバッと決まって3球三振名教先制のピンチです。ツーアウトランナー1塁2塁という場面でガラパド今日早くも2回目のバッターボックス第2球打ったこれはファーストゲーファースト沼田自らベースを踏んで3アウト。うん、オールサクッとで勝てましたね。ただちょっとセクヨンの失速がかなり大きかったので、多分、1万2000点いったかどうかって感じですね。中継ぎでしょうか。あとはあまりある筋力を逃がせるかどうか。1万2000ぐらいだよな。筋力だよな。こうなるよな絶対。ちょうどいいくらいか。あれ159なんだが弱い弱い160乗ってても SS1 か。いやーちょっとリハビリが減りますね。久しぶりにやったら全然ダメだったな。まあ筋トクが乾燥しないとかしないというかルシファーもしないのかまああるんですけど、やっぱりなかなかこうポイントバランスと金徳と得点っていうのはこう相入れないものがあるので、これを噛み合わせるのがまあやっぱり名教は楽しいですね。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。